どうも皆さんおはようございます。人を巻き込む天才一の沢翔です。よろしくお願いします。今日はですね、ちょっといつものような勉強の話とかそういう話ではないんですけれども、ずっと温めてた企画、自社ビルプロジェクトの第1回目、動画としては第1回目になります。今日ね、2020年の4月11日なんですけれども、ちょっとね、皆様が動画を見るのはね、だいぶ後になってるかなと思うんですけれども、ようやくですね、ちょっと自社ビルのプロジェクトっていうものを本格的に動かしていこうかなというふうに思っております。で、来週ですね、某大手、ハウスメーカー、建築メーカーの担当者の方とですね、ちょっと第1回目の打ち合わせをやるんですけれども、今はどういう状況かということと、どういうことをやろうとしてるのかっていうようなお話をちょっとしてみたいなと思います。まず自社ビルプロジェクト。こちらはですね、もともと、うちの会計事務所とリベルタットという法人ですね、の、会社が入る事務所ですね。で、4階建て、一応、理想としては4階建てで、各フロア、数百坪ぐらいは欲しいなというふうになるので、結構大きな建物で想定してます。で、2階、3階は、事務所として使う、会計事務所とリベルタットの事務所として使う部分。4階はでかいセミナールーム。で、1階はですね、テナント、自分でやるんですけれども、飲食店とエステとコインランドリーを入れようかなと。全部自社で運営するという予定なんですけれども、それに付随して、社員のお子さんを預かれるような託児所、もしくは社内保育園みたいなものを作りたいなというふうに考えていました。なんですけれども、ちょっとね、今回コロナ騒動で世界が大きく変わるということで、このプロジェクトが動き始める前にこのコロナ騒動があってよかったなと思ってるんですけれども、ちょっと大幅に方向を変えようかなというふうに思っております。この自社ビルをね、作るということ自体は変わらないんですけれども、そして1階のね、テナント入れるっていう部分は変わらないです。飲食店でいうと考えてるのはね、カフェ、昼カフェをやって、夜は飲めるようなところにしようかなと。で、あとはね、スポーツのなんか大きなワールドカップみたいな大会があるときは、パブリックビューイングできるようなところにしたいなというふうに思ってたんですけれども、ちょっとですね、その1階部分はそんな大きく変わらないと思うんですけれども、2階、3階、4階をちょっとですね、大きく内容を変えていこうかなというふうに思っています。もともとは全部ね、自社で相当いろいろなプロジェクトを立ち上げる予定だったので、社員数も相当な数になるということで、全部のフロアを自社で使うっていうことを想定してました。メインのね、ワーキングスペースがあって、いくつか小さい会議室があったりとか、大きいセミナールームがあったりとか、そこそこ広い会議室があったりとか、っていうのを想定していたんですけれども、ちょっとね、今回のコロナ騒動で世界が大きく変わるということで、もう働き方もね、実はね、多くの会社でやられてるかなと思うんですけれども、みんなテレワークとかってやってますよね。うちの会社でもですね、テレワーク、自宅でね、仕事できる部分に関してはなるべく自宅でやりましょうということで今やってます。で、この流れっていうのは、たとえね、コロナが収まったとしても変わらないと思うんですね。っていうのもですね、ここ茨城県の守谷市なんですけれども、守谷市っていうのは結構ね、会社とかあまりないんですけども、人口はどんどん増えてるんですね。っていうのは都内に近い、アクセスがいいんですね。つくばエクスプレスっていうので、秋葉原まで30分ぐらいで出れるので、茨城県って言っても、全然東京の通勤圏内で、守谷で、住んでる人ってほとんど、サラリーマンとして都内で働いてるっていう人が多いんですね。で、そういった人たちが、今このコロナ騒動で、結構、もう都内に出ないで自宅で仕事をしている人が多いという状況になってるんですね。で、その人たちが、もう会社行く必要なくねっていうことに気づいて、多くの人たちが気づいてしまったと思うんですよね。ということは、コロナ騒動が収まったところで、この流れっていうのが変わることはないと思うんですよね。また、この会社に行く往復の、移動時間がなくなったことによって、子供と遊ぶ時間が増えたりとかね、クオリティオブライフ、生活の質っていうものがすごく上昇したっていう風に感じている人がめちゃくちゃ多いと思うんですよね。自分の好きなことに時間使えたり、で、仕事はちゃんとできてるっていう状況が変わらないと思うので、もうコロナ騒動が収まった後も、おそらくテレワークみたいなことはどんどん増えていくのかなと思います。で、そう考えた時に、うちの事務所、会社で行っても、そうだよなと。別にわざわざ来てもらって、みんなにそこにいてもらう必要性というものはないので、もう基本は家で仕事するもの、会社っていうものは仕事する場所がない人が来る場所みたいな感じで方向転換しようというふうに思いました。そうなってくると、自社ビルって必要ないんじゃないのっていうふうに思うかもしれないんですけれども、守谷市って先ほども言ったように人口は結構増えてきてて、で、働いてる世代、若い世代結構多いんですね。なんですけれども、守谷にはコワーキングスペースみたいなものっていうのは基本的にないんですね。スターバックスとか、そういうカフェに行ったりして仕事してる人っていうのはいるんですけれども、そういうところって、意外と結構集中できない。自分がそうなだけかもしれないんですけど、集中できないんですよね。で、あと結構不便じゃないですか。コピー機がなかったりね、PDF 取れなかったりとか、いろいろ、文房具ね、自分で持ってかなきゃいけないとか、いろんな不具合があるので、働くのに適しているかというと、そんなに適してないと思うんですね。で、その需要を全部ね、こそぎ持ってこうということで、このね、自社ビルプロジェクト、1階のテナントっていうのはそのままやるんですけど、2階より上はもう全部、誰でも使える、会費制ですね。月額制で誰でも使えるワーキングスペースにしようかなというふうに思います。もうね、B ワークみたいな、もう最新のおしゃれな、中身にするっていうのは当然のこと、仕事をする上でね、必要になるもの、コピー機であったり、スキャナーだったりね、必要な事務用品だったりっていうのは全部揃えて、自由に使ってもらうっていうような形にして、多分ね、テレワーク、皆さん家で仕事するってなっても、子供が家にいたりすると結構集中できないって人、実は多いんじゃないかなと思います。家にいるとね、ゴロゴロしちゃって仕事にならないとか、漫画読み始めちゃうとか、いろいろね、誘惑があるので、なかなか仕事できない人って実は多いと思うんですよね。なので、そういった人たちの働く場所、働くスペースっていうものに、この自社ビルをしていこうかなというふうに思ってます。で、具体的なところはね、これからどんどん詰めていくんですけれども、大きいね、みんなが働けるような、シェアスペースというものと、集中できる個別のブース、電話とかね、してもいいように、防音の部屋を作ったりとか、少人数のミーティングスペース、あとはそこそこ広い会議室、そして大きいセミナールーム、そしてこれからの時代ね、みんなが発信者、一人一人が、YouTube で発信していくような時代になってくると思うので、YouTube などの動画の撮影スタジオみたいなものも作っていきたいなというふうに思ってます。もちろんね、このビジネスエンターテイナー一の差しをチャンネルに関しても撮影して配信してというような形にしていきたいなというふうに思っております。今週のね、第1回目の打ち合わせも録画してね、配信していこうと思っていますが、これからどんどん大きく動いていくと思います。結構ね、大きな土地が必要だったり、もう最低でも1500坪欲しいなって言ってるんで、なかなかそういう土地盛り合ってないんですね。で、そういうところって大体建物が建てられない土地だったりするので、結構ハードルがいっぱいあるので、市長か県庁かわかんないんですけど、そういったところとの、調整みたいなのも必要になってくると思いますが、確実にこの守谷ね、茨城に役立つものっていうものを作っていきますので、ぜひね、そこを取り込んでいければなというふうに思っております。で、もともとね、託児所をつけたいというふうに思ってたんですけれども、もう託児所じゃなくて、もうちゃんとしたね、保育園みたいなものにしてもいいのかなというふうに思っております。そうなるとね、結構補助金とかの絡みが出てくるので、めんどくさい部分も増えちゃうんですけれども、ただね、子育て世代が守谷多いですし、今後もね、そういった若い人にどんどん入ってきてもらわないと、町としてね、成長していかないと思うので、子育て世代にもどんどん働いてもらう。特にですね、守谷の場合、結構、茨城といっても、家とか高いんですよね、家賃とか、家賃相場とかが。なので、結構高所得の世帯っていうのが多かったりします。なのでね、そういったところでね、専業主婦でやられている方なんかも結構、お子様の都合でね、専業主婦でやられてる方なんかも多かったりすると思うんですけれども、うちでね、そういったものを作って保育園、お子さん預けられるようなところを併設しておけばですね、実はそういう働きたいけど働けないっていう優秀な、お母様っていうんですかね、が、たくさんいるのかなというふうに思っていますので、そういった方たちにもね、どんどん働いてもらって、みんなで街を盛り上げていって、最終的にこの守谷に完封のサッカーチームを作って世界一のチームにするというプロジェクトにつなげていければなというふうに思っております。なので、その第1弾として、まずみんなが働けるスペースを作るっていうプロジェクトを、これからどんどん進めていきたいと思いますので、今後の展開にどうぞご期待ください。こちら、南に2級向かいまして、取手市の寺田の物件ですね。こちらは1300坪ぐらい、関鉄さんの新取手駅、最寄り駅になってまして、さっきの物件は南に下りますと、ある物件ですね。あとはちょっと広めの、物件といいますか、一つは5000坪ぐらいのものと1万2000坪ぐらい、大変大きな物件にはなりますので、建物がまたいで建てなければ、離島ってもともと道なんで、そうさほどややこしくはないです。建物をその道の上に建てようとすると、道でなくしてそれを払い下げるっていう形にしないと建物が建てれないっていう。エリア的なもので言うと、まあできれば守谷市でやりたいという。っていうのはシェアオフィスみたいなものの話もしたと思うんですけど、はい、まあそのターゲットとして一番まあ多いのが守谷かなと思うんですよね。うん、僕がお聞きしてるそのイメージの中で一番軸として考えるのは、はい、やっぱあれですか、その保育所であったりエステであったり、はい、そのコインランドリーっていうここの部分ですかね。まあその飲食店があってもいいんですけど、まあ軸はそれより上ですね。シェアオフィスの。シェアオフィス。ああ、そうですか。うん。保育所とかエステとかコインランドリーって大体主婦の方が利用されるということを考えると、来た方向に帰れないっていうのがあるんですよね。こういう国道みたいなところ。そうですね。こっちから来て入ってこっち側に帰れないんですよ。はい。スッと。そのフットサルの部分が入れちゃうとどうしても面積がでかくなるんで、はい、面積がでかくなればなるだけ球数は少なくなっちゃうんですよ。フットサルっていうのはどうなんですか？まあできれば作りたいなと思ってるんですけど、まあ駅前だったらまあ無理かなと。屋上でネットかぶして、はい、で照明当てて、はい、っていうのはあるんですけどね、うちの近くに、はい、あったりするんだけど、広さ的にできるんであれば全然上でも問題ないですね。ですよ、まあですよね。はい、ということで第1回の打ち合わせの方完了いたしました。まずはね、課題は資金面は当然のこととしてね、場所をどうするかっていうことですね。ここ守谷市、茨城県守谷市だと調整区域っていってね、建物を建てられない土地がほとんどで、建物が建てられる広い土地っていうのが現状ね、ほとんどないので、まずはね、建物を建てられる土地の確保、候補地の決定っていうのを最優先で進めたいというふうに思っております。ということで本日は以上になります。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が少しでもいいねと思った方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。また動画概要欄から LINE アットの登録もよろしくお願いします。では次回の動画お楽しみに。